野水ず明は、日本の実業家。ツインバード工業代表取締役社長。ツインバード工業前社長、野水ず勝の長男として、新潟県のつばめ山条地域で生まれ育つ。同地域は、金属加工業者が2000社以上集まる、日本で一番社長が多い町。野水も幼稚園の頃から、スプーンをビニール袋に入れる程度の作業を、手伝っていた。中学校、 高校とサッカー部に所属。高校時代キャプテンを務める。このまも実家の手伝いを欠かさず、特に夏場は炎天下の練習でヘトヘトになってからの立ち仕事がきつかったという。新潟県立山上高等学校を経て、1989年、工学院大学卒業とともにツインバード工業に入社。大手都市銀行に出向し、3年間勤務。 1993年に長岡技術科学大学大学院に入学。工学研究科情報制御工学を専攻して博士号を取得。その後、ツインバード工業の香港事務所に勤務し、2003年に本社へ帰任。翌年、営業副本部長として東京支店に赴任。2009年に経営企画室長。2010年に専務に就任。 2011年に代表取締役社長へ就任以来現職。その後、2014年をブランディング元年と位置づけ、2015年には東京都内に情報発信拠点ツインバード日本橋ゲートオフィスを開設。2016年にプレミアム家電ブランドマインズを立ち上げるなど、同社を再び成長軌道に乗せる。趣味は読書。 クラシック鑑賞、旅行、ザウの名は、競争。ありがとうございます。